おっと、シカマルのイベント始まった。どうも皆さんこんばんは、くんひろです。ですね、まあ いや後で言うわ。あ、シカマル、砂隠れのこと聞いたぜ。そうそう、随分活躍したらしいじゃねえか。2回クリアしました。その理由はですね、まあツイッターやってる方ご存知の通り、録画できていませんでした。1時間ずっと俺一人言言ってて、で見たらデータ真っ暗で、うわーってあって、最初から始めてきた。マジ萎えたわ。もうだからね、とりあえずね、先は知っております。しかもろはまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。ねえ、たくやらなきゃならねえ雑務が多くてな、なかなか暇になんねえぜ。めんどくせえってか。頑張ってくれってばよ。完全に人事だよなお前。おい、捕まる。長寿、この段階で久しぶり。なんかどんどん久しぶりのキャラばっか出てくるね。あれ、ナルト、なんか成長したのか成長してないのかわからないね。長寿じゃねえか。持ってるものは常に同じってな。ね、これね。てなわけで、俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。おー、大変だったね。あ、ちなみにこのパート結構熱いパートになるので、よろしくお願いします。音がもう相変わらず食ってばかりだな。腹減るぜお前、昔よりで。それはキンクってな。誰だっていうことで登場ですよ。もうこの流れからの登場わかんねえよ。あ、かぶっちゃった、ごめん。もう素晴らしい腹筋サイでございます。ご丁寧にあれほどの殺気を出して俺たちを挑発してんのかな。いやもうさ、顔が悪いよね、完全に。てかナルトのキャラってその目にさ、光がないじゃん。あの、だから全部ね、悪く見えるんだよね。お前何者だ。君が渦巻ナルトくんだ。あと喋り方がね、かなり怖いっていう、陰湿というのかな。突然で悪いけど、君の実力を測らせてもらうよ。はい、ということでサイの戦闘ですが、多分ねカットします。だと、おいおい、問答無用かよ。調子、ナルトを援護するぞ。うん、ちょっともうムービーのバトルシーン以外はカットしようかなと思って。理由は、撮れてなかった時の絶望感が半端ないから。なんだってばよ、こいつ力弱いな、君。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。もう本当にすぐ会うからね。じゃあ会いに行きましょうか。あいつ一体。まあ、この段階ではね。長治。お、やっぱりここだったのね。サークラウ。あ、違う。いいのか。ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。イノとサクラ間違えたらぶっ殺されるわな。ごめんイノ、なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつってあれ、ナルトじゃない？まあ確かに変なやつだけどさ、変なやつ違いよ。いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト、おひさん。のんきだなおい。もういいよ長治、この空気がめんどくせえ。まあ確かにな。へえ、そんなことがね。あいつ初めて見る顔だった。一体何だってばよ。まあ将来イノとちょめちょめするみたいなね。あ、いたいた。お、さくら来た。ん、さくら、なんか用でもあるわけ。あんたにじゃないわよ、ナルトに用事。若干剣が欲しいっていうな。俺に何。砂手様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷まで来いって。うわー、出た、早速だよ。は、新しい範囲。詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。わかったってば。もうこれ先読めるからね、普通にね。ナルト、うん、嫌な予感がするぞ。気をつけとけよ、何かきな臭い感じがするぜ。きな臭いってちなみに何なんだろう。あ、ナルトには通じてるけど俺には通じてね。お、第2章。第2章、二人の再会。うわ、意味深だな。二人の再会、ナルトサスケなのかな。ばあちゃん、新しい範囲ってどういう。はい、やってきました。こちらを見てごらんなさいと。はい。なんだよ。あー、てめえは。こんなやつと仲良くなれるわけねえよな、最初からな。
で、ちなみにサイは、サスケのことをディスります。で、ナルトは、それについてなんか結構不服なんだけども、で、まあ、サスケを助けるため、サスケと同行するためには、まあ、それもしょうがねえと言って、まあ、我慢して仲間として行動するわけよ。まあ、ここの、そこのシーン省くから今説明しました。どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。いやいや、そんな知り合いというかね。はい。ええ。なんでてめえがここにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。いや、さ、ここでしろよ、じゃあ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイは、これから同じ班の者として行動してもらう。な、そして、この新生第7班は、ヤマトにまとめてもらう。そうそうそう。ヤマトって。このね、ヤマトが重要なんだよな、結構な。もう顔がね、怖いんだよ。僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。髪型がパイナップルだな、おい。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。そんな、そういうことだな。さて話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察、そして捕獲を主とした任務だ。捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から説明しろ。はい。以前暁のサソリと交戦した際に、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。あ、このパートからすげえ時間空いちゃってごめんね。ほんとごめんね。ちゃんと全部やるんだね。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっています。そう、それだそれだ、言ってた言ってた。なるほど。しかしそれが暁の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だがせっかく手に入れたこの情報をみすみす見逃すわけにもいかん。オロチマル、ひいてはあの内葉サスケの情報が手に入る可能性があるからな。サスケの情報が。そうだから、サイとけん、なんつうの、険悪というか、なんかまあ気に入らないけど一緒に行動するとね、いうね感じです。懐かしい。うちがサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ、お前たちには今から天地橋に向かいスパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました、サスケ。はい、という感じでね、天地橋に行きたいと思います。別に飯なんか食わなくたって平気だ。わあ、こん時がな、思い出だよこれ。ほらほらよ。うわ、なんでなんでだってばよ。なんで俺なんか。このシーン持ってくるか。余計なお世話だ。もうザムザとハクの戦いさ、やばかったよな。もう俺忘れらんねえ。多分ね、名シーンとして語り継がれる、これは。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。あー、サスケかっけえわ、やっぱりかっけえっすわ。ナルト。ああ、この任務絶対失敗できねえってばよ。さあ来たぞ天地橋。怖っ、ムービーシーンじゃん、いきなり。これはなんか来るぞ。まあ先知ってんだけどね。ここが天地橋。さてここからが任務本番だ。みんな準備はいいかい。もうこっから全部会話なんでね、戦闘が始まります。おっ、よし、それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。でもこの変化の術がさ、軽々見破られない時点で相当高等な変化の術だよね。逆もしかりだよね。見破れるだけの力があったら相当リスクが高い。わかりました。ということで俺らは眺めましょう。
わ、来たよ、ムービーシーン。これがムービーシーンか。かっこよすぎだよ、天地教って。そろそろか。この格好でこの声はやだよ。お久しぶりです。お、サソリ様。来たねー。暁のスパイとは。こいつは。そう、こいつだ。5年ぶりですね。略し、カブト。こいつが暁のスパイだったのか。尾行は。大丈夫です。ただ、あまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今思ったらこの場所のチョイスがさ、完全に間違ってるよね。だってめっちゃ目立つじゃん。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。この例のものっていうとこがさ、もうバレてるよね俺ら。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら、僕は消されてしまう。わかった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。うえぇ、怖すぎる。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかし。いや、オロチマル本当に不気味さマックスのキャラだからな。オロチマル、その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな。これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護。兜がオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。はい。バカな、バレていたのか。もうこいつらの作戦がいやらしすぎる。最初からバレバレなんだ。だろうな。どういうことだカブト。お前は暁のスパイのはず。寝返りだぜ寝返り。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。もうカブトってさ、すっげえもう嫌な性格してるよね。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だよ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹もここへ呼んだらどう。バレバレってな。こっからちょっと面白い。全てお見通しってわけか。シュッ来ちゃう。それで来ちゃうんだよな。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。いやしかしこのね、厄介事はオロチマル関わってるっていうナルトのその序盤の方のねお決まりですから。サスケを返せ。返せはないだろナルト君。ずれてるよそれ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしい。なんかお前に言われると腹立つな。てめえ、サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。このオロチマルのセリフ挑発なんだよな。できればだけど。待ち上がれナルト。つうことでナルトは行っちまいましたよ。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた。オロチマル様はナルト君と遊びたがっている。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのが正しい。そうなんだよな。この戦いクソ熱いからねマジで。でナルトサイドの方に移ります。もう正直ね、動画こっから始めたいぐらいだよ。でも多分前置きとか省いちゃうと全く分かんない人も出てくるので。来たわね。一応入れておくつもりです。憎いかしらこの私。オロチマル、なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだお前は。俺には俺の道がある。オロチマルの心に。
しいな、このシーンもな。このチャクラ面白くなりそうじゃない。さあ来るぞ。ここバトルなんだけど、ドン少し遊んであげるわ、ギドリ。こっからぜ、サスケよ、返しやがれ。さあまだだね。さあボコボコにしましょうか。うわー、待て、うわ、相変わらず綺麗な動きするな。あ、届かねえか目の前でラスエンガン止めちゃった。はい、とりあえずね、これもうお察しの通りムービーの戦闘でございます。ドカーンと、はい、ここからね。あ、まだか、よいしょ、いいよ、オッケー来た。こっからだぜ。てめえは俺が遊びは終わりよ。俺こっからあんま喋れねえかなこれほんと集中してな、いかんからね。さあどんどん来るよ。さあ来たね、このモード来たようになると思いっきり食らっていく。うわ、キモい。そのデート、私のサスケくんいかね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。やべえの来たぜ。地形変わっちまったからな。この子、お前も大概だかなはい、後半戦来た。いや、こっからもね、結構大変なんだよね。どんだけヘビおるねんと。はい、来ましたね。まあ、これね、あのガーラの時みたいにあのこういう戦闘です。はい、ただね、ヘビがめっちゃ湧いてくるんで、それを防ぎつつやっていかなきゃいけない。多分これなんとなくね、前やった感じだとね、もうずっとオロチマル殴ってりゃその周りのヘビも防いでくれるんじゃないか説そんなわけないか、そういうわけじゃないね。ちょっとなんか大技いきてえな。なんかあるんだよ、ビームみたいな。これがやばい。これが今ね、チャクラを使ってオロチマルにずっとビームを当ててる状態これえぐい。ただチャクラがなくなるとね、あれなんだ、使えないんでね、またこうやって当ててチャクラをね溜めていかなきゃいけない。来るか、なんか来るか。こっからが難しい、確か。でもあいつもう死んじゃわないか。もう一本ゲージあるか。ああ、あるね。お前ヘビめっちゃあるな。てか、いやだ。ヘビとかさ、好きな人いないでしょ。俺ヘビとかね、リアルで見たこと1回ぐらいしかないけど、こういう風にさ、ザコの相手してると、お、終わったか。なかなかさ、オロチマルが狙いになって。まあ、2回目だからね、効率いいよ。よかった。あ、間違えた、どうなってんの。まあ、ナルトもどうなってんだけど。じゃあこれどこを攻めにするかすげえ迷うよ。お互い気持ち悪いな。はい、チョッパンした、チョッパン。うわえぐたんよ。方向だけでぶっ飛ばすっていうね。ナルトがモンスターハンターになってよかったもん。さあ、さらに大技。うおー、やべえぜこれ。あれはやばいわね。エキサイティングな、外人が実況してたらもうエキサイティング、おー、エキサイティングばっかだろこれ。うおー、あったんだろ。よっしゃ、行きたい。さあ、こっからどうなるか。パックンチョからの鼻をかく隙もねえぜ。いったー、そうきたか。三十羅生門出ちゃったね。一番初めに三十羅生門が出たのってパート1じゃねえや、ナルティメントストーン1の時か。おお、待て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 
おらすげえ30ラン消耗突破待てとすげえ顔だ俺オロチマル死んだろクラマだそうだそれでいいお前の心をわしに預けろさあわしとお前の力を見せつけてやれはいということでゲームクリアでございますちょっと今日はね時間的にここで終わっておこうかなどうしようかなもうちょっと行ったらいいのかなここで一旦終わっておきますので次回もよろしくお願いしますそれではバイバイ